22日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて16円26銭安い 17,347 円36銭で終えています。トピックスの方も 2.99 ポイント下落し 1390.69 となっています。いずれも小安い水準で終えています。また東証2部指数、日経ジャスダック平均、マザーズ指数、それぞれ小安を超えています。ただ大幅安というわけではありませんで、小安いながらも底堅い展開と午前中はなりました。日経平均株価のチャートをご覧いただきたいと思います。日経平均株価5分足チャートです。日経平均株価はこのように朝方売り物から始まりましたが、売り一巡した後はじわりと買い戻されるような動き、そして前引けにかけてこのように値を戻す格好で終えています。底堅い動きとなりました。週末の手締め売りが入ったということのほかに、日経平均昨日1万7000円収支超えてきたということでありまして、一定の利食い売り、戻り待ちの売りも入ったようです。反対に逆に日銀の追加緩和が月末あるのではないかとした期待感もありまして、小安い水準、利食い売り、戻り待ちの売りに押されながらも日銀期待で底堅いといった前引けの動きがありました。こうしたことを象徴するのが業種別の株価の騰落率であります。業種別株価の騰落をご覧いただきますと、前引け時点ではこのようになっています。プラスのセクター、保険ですとか不動産、銀行、証券といったいわゆる金融ですとか金利に敏感なセクターが買われています。来週の日銀の金融政策決定会合で、ETF の買い入れ額の拡大、それから国債の購入額の拡大、マイナス金利の拡大などがあるのではないかといった情報が、市場で流れています。このあたり金利敏感セクターに今日は買いを誘った模様であります。このあたりが相場の底堅さにつながりました。それを象徴する個別銘柄の動きです。8801不動産セクター、三井不動産であります。不動産セクター、昨日も買われていましたけども、今日もこのように買いの勢いが続いています。三井不動産の場合はほぼほぼ前場の高いところで前引けを迎えています。冷やしチャートに直しましても、このように続伸と白いしっかりめの陽線を立てているというのが今日の動きであります。また情報通信セクターの一角も買われていました。3678メディアドゥであります。電子書籍の取り次ぎなどを行っている会社です。週末ですとか、来週の金融政策、日米で相次ぎますけども、その辺控えて動きづらいという中では、内需系、特に情報通信セクターに資金流入する傾向が強くなっています。こちらは楽天漫画に電子書籍のコンテンツの提供を始めるなどという発表も行っていまして、このところしっかりとした動き、今日も連日で年初来の高値を取ってきています。以上、東証アローズスタジオよりお伝えしました。